レディーマーガレットがね、冬の中でもこれね、3つほど咲いてまして、結構調子よく咲いてるんですよ。はい、まあそれでね、ちょっと今日は撮影のローケーションをね、設けましてね、セッティングさせていただいたんですけど、これレディーマーガレットですね。それから後ろにありますのはパッションフルーツです。その後ろにありますのは土マンゴーの苗ですね。でこっちはハイビスカス。で下の方はトゲソウ、花は咲いてませんけども、これはね、レフレギシフローラだと思います。こっちにはティアラ、花が咲いても終わったティアラが咲いております。はい。で、皆さんは、SF 小説ね、お読みでしょうかね。まあ、女性の方はあんまりね、お読みになると思いますけど、私も男の方で結構好きだったんで、いろんな本読んでたんですけども、その中で、この温室のようなね、このジャングルのこのね、ところをこう見るとね、ある小説を思い出すんですよ。ブライアン・オールディスという作家の地球の長い午後、現代はホットハウス、温室という小説なんです。これは冒険小説で、地球が遠い未来のね、地球は自転が止まりまして、片方の世界だけは太陽の光で当たって、植物がね、ぐん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 成長していってね、あたかも温室みたいな、になるんですよ。で、その植物が月にまで届いていって、で、太陽はもうその、すごい遠い未来になりますと、赤色矮星といってね、赤くなるんですね。で、膨張してくるんですよ。で、ついには地球を飲み込んでしまうという運命なんですけどね。で、その中でもまあ人間はタフで生きてるんですけども、人間の大きさも、この子のように30センチぐらいの小さなあれになって、日々ね、例えばスズメバチの格闘をしてたりとかね、でこの子なんかにもこう鳥の羽が生えてきてね、空を飛べたりとかね、そういうふうに進化するというね、そういう冒険小説なんですよ。なかなかストーリーはね、しっかりしてましてね、地球をいろいろなところに、行く主人公のね、運命がね、面白いっていう小説なんで、まあ、よろしかったらぜひちょっと植物をよくたくさんいろんな生物が出てきますんで、読んでみてください。はい、では本題に入りましょう。はい、XOC です。皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。この動画ね、配信される頃にはね、もうおとそ気分も抜けておられると思いますんで、はい、早速行かせていただきますので、マンゴーのね、マハチャノコのね、花芽がね、順調でして、もういっぱい全部ついてましたね。もう 10センチぐらいなんですよ。まだ1月ですんで、これがそうですね、咲いて終わる頃は1月の末ぐらいかな、になるんですね。さあ、その時に、ずっと温度が20度以上保ててて、ちゃんと花粉がついて、できればね、可能性ありますけども、そうでなかったらね、もう全部ねパーなんですよ。はい、そういうリスクを抱えております。まあ、アオインの方はこの前、こちらにありますアオインですね。でこれは花芽を摘みまして、今花芽がない状態です。であとまあ2ヶ月経ってぐらいかな、花芽が、もう一回出てきましたね。それを大事に育てて、花粉結実させますと、特に昆虫媒体をね、こうさせると、まあ今年はアオインも一つぐらいはもしかしたら実るかな、いう感じですよね。ここにありますのはロジゴールドマンゴーですけど、これがね、まだちょっとわからない。ですけど、まあ、暖かくなってくるとね、こういうところへんからまたね、枝が伸びてきてね、花芽がつく可能性があるかもわかりません。でもまだ幼木なんで、あまりちょっと期待はね、できないかもわかりません。はい、こちらにありますのが、サンルームにあります、金鉱マンゴーですね。これね、花芽なんですよ。これ、いよいよ1月になってついてきました。これはまあそうですね、1月末ぐらいまでね、ぐっと伸びてきて、2月ぐらいに咲いたら、なんとか滑り込みかな。いつもだいたいそれぐらいなんですよね。2月の末、中旬か末頃まで咲いて、結構気温が上がってきますから、そうすると結実する確率が高いですね。ですけど未成熟果がやっぱ多いんで、やはり昆虫媒体のね、4月5月の方がいいか分かりません。ただ金鉱マンゴーは未成熟果でも食べるところが結構多くて、握り拳大分ぐらいのね、マンゴーをここ連続で2年できてますんで、
それはね、頼もしいです。はい。はい、レモンの方の話題ですね。マイヤーレモンの方、これこの前買ってきましたのは、あったかなところに、まあ、置いといてあげると、結構枝がね、きっちり、しっかりしてきまして、葉っぱもね、青々としてきたような感じになってるんで、これは、問題ないと思います。それですね、レモンの木ね、マイヤーレモンもいいんですけども、もう一つ、ね、そんな高くなかったんで、リスボンレモンの方もね、買いました。まあ、値段的には同じなんですけど、ちょっとこっちが小ぶりかな、いう感じなんですけど、そんなに悪い苗ではなさそうで、これもネットで買いますとね、送料込みでやっぱり3000円ぐらいにはやっぱなりますんで、もうそれはもう近くの苗木屋さんの方がたくさんレモンが出てるんで、これはもう買った方がいいかなと思いましたね。もう買ったんですよ。そんなに高くないですしね、めちゃめちゃ高くないです。まあレモンですけども、調べてみますとね、今年、まあこれ植えるじゃないですか。で、花がまあ仮に咲いたとしても、花が結実するかどうかというのはね、ちょっと疑問みたいですね。どうやら花が咲いても結実しないような、体力がないんで結実しないような木も結構あるような感じなんで、こればかりはねちょっとわかりませんね。まあ確実なのは来年以降かな、再来年ぐらいにはいくつかどっちかね実るっていうぐらいになるんではないかと思います。はい。まあもう一つ調べましてね、マイヤーレモンとリスボンレモンの違いですけども、耐寒性はリスボンレモンの方があるということです。ただしマイヤーレモンの方も耐寒性が悪いということではなくて、レモンの中では強い。だからこの2つはですね、結構いけるんではないか、奈良でもねいけるんではないかというのを思います。ただしビアブランカとかユーレカレモンですか、あの辺はやはりあったかい温暖のところが必要で、フロリダとかね、ああいうカルフォルニアはそうだったかな、ちょっと忘れましたけども、温暖な気候のところでないと栽培がやや厳しいということらしいです。ですから品種を選ぶときにはね、やはり自分とこの土地柄に合ったものをね、やはり選んだ方がねいいのかなというふうにね、ちょっとこういつもね考えるんですよ。特にまあ熱帯果樹はねこっち入れちゃいますから問題ないと思いますけども、外でね出して育てる木についてはよく栽培地の平均気温とか寒冷度を考えてね植えた方がいいのかなというのは思います。いかがでしょうか。はい、室内に入れておりますので、パッションフルーツがですね、結構シワシワにならないで順調に育ってるんですね。やはり太陽を当てて20度ぐらいになってきてしときますと、パッションフルーツもね、シワシワにならないでね、だんだんこれ紫に、なってきてるんですよ。2月頃になるとね、結構紫きちっとなって、で、シワシワになって食べられるというような感じだと思います。今でも食べられないことないですが、ちょっとまだ酸味がね、あるかな、強いかな、いうような感じですよね。はい。7つになってましてね、1個もね、落ちてないんですよ。はい。ですから、ちゃんと水であってね、こういったところにサンルーム育てると大丈夫かな。あ、猫がね、上のところにちょっと、登ってきてますね。はい。まあそういうことで、はい。余談ながら。はい。今日もね、たくさんの方にご覧いただきまして、誠にありがとうございました。今日はこの辺で失礼いたします。また、皆さんとね、このチャンネルでお会いいたしましょう。まだの方は、ぜひ、チャンネル登録をお願いいたします。では、ごきげんよう。さようなら。